なんかどこかで見た感じ。そう、これは世界に一つだけの絵本です。はい、ありがとうございました。もうすぐ9時ですね。わかめ夫人結構好きです私は。これはゼンベイが泣いた。失礼。ショールームするときは赤リップです。赤リンさんのリップです。よっちゃんイカ違います、イカのよっちゃんです。ということで、普通のおしゃべりに戻ろうかな。ちょっとでも誰がさ、どのセリフかよく分かんなくてさ、声がよく分かんなくなった。なんか今日すっごいヒートテックが見えます。はい、ということで、じゃあなんかおしゃべりしようと思うんですけど、なんかしゃべることを一個今見つけました。私が袴借りたところ、袴すごい可愛かったじゃないですか、卒業式の袴。でそれは浅草の、これ別になんかなんていうの、ただ言うだけでステマとかでも何でもないんですけど、本当になんもないんですけど、浅草の沢田屋さんというところで袴をお借りしたんです。すっごい可愛いんです。沢田屋さんのインスタグラムをぜひ皆さん見てほしいんですけど、本当になんか袴、普通の袴の借りるところってまあ普通の袴だと思うんですけど、なんかプラスでなんかアレンジしたりとか、なんか現代風にしたりとか、すごいねなんか可愛くなったりとか、とにかくなんかちょっとこう普通以上に可愛いみたいなところで、すっごい可愛くて、しかもすごいさこうよくやってもらったので、まあ行ってみました。宣伝そうだから今後まあいつか袴ってやるよ人はぜひ沢田屋さんいいと思います。
あとその後にね、なんかね、行ったお店が、なんだっけな、ここに出てこないかも。名前がわかんない。月味噌ってところ、浅草の。なんか昨日なんだっけ、浅草の味噌ってとこ食べてました。そうです、そうです、浅草ではメロンパンが、ね、メロン、なんか大きいメロンパンはなんか見た目大きいけど、あれはなんかすぐにペロって食べれちゃう。なんかなんだろう、なんかそのぐらい美味しいです。ナイス、22歳、ナイス。前髪流してた方が好きですか、どっちがいいんだろう。浅草のもんじゃは前行った時はなんか SK の曲流れてました。それは今年じゃないけど、なんかシュッていうか、あんまりなんだっけな。